アブドゥルサラミ・アルハジ・アブバカールは、ナイジェリアの軍人、政治家、グアリ人、イスラム教徒である。1998年6月9日から1999年5月29日まで、ナイジェリアの大統領を務めた。前サニアバチャ大統領の休止によって、政権を継いだアブバカールは指導力を発揮し、新憲法を採択して、ナイジェリアを民主化させ、 真剣効果で大統領に選ばれたオルセ軍、オバサンジョに政権を渡した。アブバカールは1942年6月13日、ナイジャー州のみんなで生まれた。みんなの小学校とビダの中学校を出た後、カドゥナ工科大学を卒業した。その後ナイジェリア軍に入隊し、国際連合レバノン暫定中流軍に派遣され、最終的には、 ナイジェリア軍参謀長にまで昇進した。妻との間には6人の子供がいる。1983年のクルデターによって、ナイジェリアではシェフ・シャガリ政権が打倒され、ムハンマド・ブハリ軍事政権が誕生した。1993年には民主選挙が開催されたものの、イブラヒム・ババンギラ大統領は結果受け入れを拒否し、さらにサニア・バチャのクルデターによって、 再び軍事政権に戻っていた。しかし、アバチャの休止によって、アブバカールが1998年6月9日に、元首に選出された。アブバカールは1週間の猛戦した後、1年以内に民主選挙を行い、選出された大統領に権限を譲ることを約束した。彼は、エフライム・アクパタを委員長とする独立国家選挙委員会を設立し、 1999年2月27日に大統領選挙を行うこと、及びその前段として1998年12月に各州の知事選挙を行うことを決定した。これは選挙を自由で公正なものにする目的で作られたが、実際の選挙では外国の監視団から大規模な不正行為の報告があった。選挙後、 選出されたオルセ軍おばさん女新大統領に対し、アブバカールが約束通り直ちに1999年5月29日に大統領の座を譲ったことは国軍の一部を驚かせた。バサンジ女就任時に施行された1999年5月5日に採択された新憲法はアブバカールのリーダーシップの下で採択されたものだった。 民主化を期限内に責任を持って遂行したことにより、アブバカールは国連や西アフリカ諸国経済共同体などからいくつかの賞を受賞した。しかし、アブバカールは重大な人権侵害を行ったアバチャ政権の閣僚であったため非難を受けた。また、1993年の大統領選挙で、 実際に勝利したもののそれを認められず、投獄されていた政治家、モシュード・アビオラの釈放を約束したが、彼は釈放直前に急死し、この死の責任をアブバカールに求める声もある。ありがとうございます。